ずるーずる。どうも、すするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、一目惚れする美しさの大阪ラーメン、こちらです。どん。大阪メトロ谷町線谷町4丁目駅から徒歩2分くらいのところにあります、ラーメン辻さんにお邪魔してます。こちら辻さんは2016年オープンで、店主の辻さんはですね、もともと別の業界で働いていた方で、脱サラした後、大手ラーメンチェーンの来来亭さんでバイトしたり、ラーメン学校にも通ったりしつつ、その後修行していたお店で自分が作った限定ラーメンがすごい人気を博したらしくて、そこから独立を決意し、自身のお店をオープンさせたという、40代で脱サラしたらしいんで、ね、なかなかの苦労人の方なんですけど、辻さんのラーメンね、数あるラーメンの中でもね、もうラーメンのビジュアルめちゃくちゃ良くて、私する完全に一目惚れしてしまいまして、ずっとすすりに行きたいなと思っていたお店なんで、果たしてその味もどうなのか気になるところです。早速すすりに行っちゃいましょう。Let's go。 こんにちは、本日はですね、谷町4丁目駅からお送りしております。大阪ですね、ラーメン辻というお店です。去年ね、あの上新庄の方のラーメン屋赤木さんをすすってからというもの、ちょっと大阪のね、鶏パイタンラーメンめっちゃハマってまして、今回もね、ちょっとここうまいんじゃないかなっていうところ当たりつけて、この辻さん来ちゃいました。しかしね、あいにくの雨ということで、まあ、若干雲行き怪しいところなんですけども、まあ、ラーメンのビジュアルは我々はね、あの丼の顔と書いてドンガンと言ってますが、ドンガンかなりいい感じなのでね、非常にちょっと楽しみですね。まあ歩いて5分ぐらいですぐ着きそうです。とりあえず向かってみましょう。まあ、ちなみになんで今回大阪来てるかと言いますと、あの人類ミナメン類の社長の松村さんという方がいらっしゃるんですけど、松村さんの母校、まあ、母大学っておかしいか、まあ大阪学院大学ってところがありまして、大阪学院大学にて松村さんと一緒にね、あの大学生を相手に講義してきました。お前が講義していいのかっていうね、大学4年で8歳で中大してるような男が何を教えるんだっていう、まあ、ちょっとお呼ばれしたんでね、ちょっと言ってきたんですけど、いや若いっすね、まあ、しかも大学1年生の講義やったんでね、みんなめちゃくちゃ若かったし超フレッシュでした。まあ、たまにはやっぱ若い人と話すのも、ね、楽しいなということで、まあ、とりあえず向かっていきますか。というわけでラーメン辻さん到着しました。辻ですからね、はい、久しぶりの大阪鶏パイタンということでめちゃくちゃ楽しみです。やっぱ前に食べたね、赤木さんの衣装すごい良かったんで、今回の辻さんもね、ちょっとビジュアルめっちゃいいんでね、楽しみです。早速進みに行きましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン辻さん、注文せです。今回は鶏白湯の純特製醤油とチャーシュー丼ミニをお願いしました。去年大阪の鶏白湯の魅力に魅せられたすするは、大阪鶏白湯探検隊として今回の一杯も非常に楽しみ。提供前にイベリコ豚が炙られ、すでにうまそうな気配はムンムンに漂ってる。そして泡系の鶏白湯ラーメンといえばのブレンダーでスープを混ぜ、しっかり泡立たせるこの調理、めっちゃいい感じですやんと垂涎を飲み込み、ネットなどで見た時からラーメンのビジュアルが非常に美しく、ずっと食べたいと思っていた辻さんの一杯が完成されていくことにワクワクが止まりません。いいっすね、やっぱイベリコ豚。こちらがラーメン辻さんの純特製醤油です。オッケー。ホワイトな泡パイタンスープに大判なイベリコ豚チャーシューのコントラストが映えるナイスビジュアルで、これはマジで見た目100点でしょ。こりゃ麺食いがすするにはたまんねえぞってことで、もうちょっとだけ見ていたいけど早速いただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。おー、優しい。ふわりと柔らかな口当たりの泡パイタンスープは、鶏豚骨を使用したマイルドかつ骨太な味わい。上品な鶏の旨味とベースの豚骨が融合し、すっと体内へ吸収される品のある美味しさで、休養中の松井和夫へエールを送る辻初彦ぐらい優しさのあるスープ。飲み進めていくと奥の方にある鶏の旨味を存分に感じることができるので、何度も飲んでおしとやかに味を確かめていくと、その進化に気がつくことができるかもしれません。さあ続いて麺いきましょう。しっかりスープを持ち上げた中細ストレート麺を、よっしゃスタートする。わしょーい。ふわっとした口当たりのスープがじゅるんと絡み、すすり心地もよし。食べ進めていくにつれて徐々にスープの奥深さが顔を表し、淡い味わいではありますがその魅力を探していくように、淡い味わいではありますがその旨味を探していくようにすすると、どんどん魅力にハマっていく。辻の武士は神妙とよく言いますが、点が2つあるから注意といったように、こちらから味を探していくのもまた一興。いろんなラーメンがあっていろんな食べ方がある、これが素晴らしいです。さて今度はイベリコ豚のチャーシューいってみましょう。油の乗りもよく肉質も良いダブルよしよし。イベリコ豚うま。肉を肉で例えるのはどうかと思いますが、牛ロースかと思うほどの脂身のとろけ具合でうまいです。ではここでいよいよチャーシュー丼が到着。中央に卵黄が乗り、こちらも映えるビジュアル。早速卵黄を崩して食らってみましょう。ほほう、
甘辛いタレは卵黄と絡ませて食べるとめっちゃうまくて、もちろん肉だってうまい。余裕があればミニではなくフルで行きたかったくらいの美味しさで、ぜひ辻さんに来たら頼んでほしいサイドメニューです。てな感じでイベリコ豚チャーシューはまだ乗っていて、その脂の旨味を口内に残しつつ麺をすするとハッピーチャムチャム。鶏チャーシューは意外にもコリコリとした食感があって驚きましたが、これもまた良きアクセント。鶏の旨味が詰まったスープ、そしてすすり心地の良い麺を存分に堪能して、ラストはチャーシュー丼をガンガン食らっていく。関西のラーメン屋さんはサイドメニューも手が込んでいて面白いお店が多いなぁなんて感じていると、ラストにあざま。黄身はトロトロ、そして味しみもよしと確認したところで本日も完食です。大変美味しくすすれました。食べ進めていくとその魅力がぐんぐんアップしていく尻上がりな一杯でした。それではコスプレオウ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン辻さん行ってきたんですけれども、うまかったですね。まあいろんな鶏白湯ラーメンありますけれども、辻さんの鶏白湯ラーメンかなり品のある鶏白湯ラーメンで、たまにあのいい焼き鳥屋さんとか行ったりするんですけど、あのいい焼き鳥屋さんでコース料理の一番最後に出てくる鶏のうまみめっちゃ詰まったスープ、なんかあんな感じでしたね。ほんとなんか鶏白湯ラーメンっていうよりはもう本当にね、いい鶏のスープって感じ。それをこうなんか全身で味わって鶏のうまみが全身に染み渡っていくみたいな、口当たりが結構まろやかまったりとした感じで、スープ自体はね結構濃厚なんですけど、抜けのスッとした風味とかスッとその濃厚さが抜けていく感じもあって、濃厚なんですけどグイグイ飲めちゃうスープ。そしてね、麺は中細のストレート麺使ってまして、あの麺もねちょっと細めなんで、結構ね鶏白湯スープがっつりと絡んで、麺をすするたびに鶏のうまみがね口の中入ってくる感じで良かったですね。まああとね、今回純特製ラーメンにしたんで、イベリコ豚のチャーシューが乗ってくるんですけど、あのイベリコ豚のチャーシューやっぱいいですね。なんだろう、こうなんか焼肉食ってるなんか、もう肉を肉で例えてるのもおかしいんですけど、なんか豚肉なのにこう油のとろけ方がね非常に上品で、いや本当に和牛のロースみたいな感じのとろけ方、肉の旨味もしっかりと出ていて美味しかったです。鶏のチャーシューもね、なんかちょっとこうコリコリとした特徴的な食感で、なんかほんのりこうスパイス感のある味付けもしてて、結構ね個性がいろいろあって面白いラーメンでしたね。まあ、あとねチャーシュー丼美味しかったです。なんか大阪のラーメン店のチャーシュー丼って結構ねそれぞれの店で個性あると思うんですけど、辻さんのチャーシュー丼でタレがめちゃくちゃ美味しくて、あのタレとね卵黄のまたこのコク、これらが織りなすマリアージュが最高で、チャーシューもね結構炙られてるんで、こう香ばしい風味もありつつで、タレと卵黄のコクとチャーシューの香ばしさでがっつり美味しくいただくことができました。やっぱね、同じ鶏白湯ラーメンといってもね、全然本当お店ごとに違うのが大阪なんですよね。相変わらず大阪の鶏白湯ハマっておりますんで、ぜひぜひね皆さんのおすすめなんかもコメント欄で教えていただけると嬉しく思います。ということで、ごちそうさました。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン辻さん顔100点や、鈍感の美しさパーフェクトですね。本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。本日はですね、ラーメン辻、ラーメンはラーメンです。英語です。ラーメン辻さん。いやーもう僕ね、めちゃくちゃ鈍感美しくてね、一目惚れしちゃって。まあ、そもそもやっぱ大阪でね、鶏白湯ラーメン去年食べた赤木さん、もう感動したんで、やっぱちょっと大阪の鶏白湯もっと食っとこうと思って。まあ、このね、辻さんすごく気になったので行ってきました。いや、やっぱ鶏白湯ラーメンもほんといろいろありますね。なんか鶏白湯ラーメン大体こんなもんだろうっていうのが自分の中でちょっと凝り固まっちゃってた部分があるんですけど、やっぱね、いろんなお店食べ歩かないといけないって改めて思いましたね、ほんと。そんなわけで皆さんからいただいたコメントの方も読させていきます。家系ラーメンを食べてみたいんですが、残す不安があってまだ行ったことがありません。どれくらい食べられれば家系ラーメン完食できますかということで、まあこれちょっとスレッドみたいな感じするんですけど、米頼まなければ普通のラーメンだよと。そうなんです。家系ラーメンってね、まあ僕いつもライスとかつけてて、結構ボリューミーなトッピングでもいっぱいして食べてるんで、結構なんか大盛りなラーメンじゃないかみたいな、まあ二郎系みたいなね、結構あんな、結構大盛りなラーメンじゃないかって錯覚することもあるんですが、麺の量自体はね、全然普通ですよ。まあ普通のラーメンよりちょっと多いぐらいかな。麺量で言ったら茹で米 160g ぐらいなんですよ。で、大体普通のラーメンがまあ130からまあ150ぐらいかな。だったらまあちょっと多いかなぐらい。二郎系が異常なんですよ。300g っていう、茹で前 300g、 まあつけ麺とかも茹で前 300g の店とか多いですけど、でもやっぱね、太麺の 300g よりも細麺の 200g とかの方が多分、ね、ボリューム感感じると思います。まあ、家系ラーメンね、結構平打ちの太麺で 160g ぐらいなんで、体感で言ったらね、麺の量だけ言ったらそこまで多く感じないと思います。まあ、ただやっぱね、チー、まあ、油とか、まあ、あとスープ自体がやっぱ豚骨ベースでね、醤油味もかなりギリッと効いてるんで、結構濃厚な味わいなんですよね。そういった意味では食べ応えは結構あると思いますね。まずはでもね、食べてみるといいんじゃないかなと。家系ラーメンとライスがっつりいくとね、結構お腹いっぱいになっちゃうかもしれないんで、まあライス半分とかもう小とか、まあそういった感じのボリューム感で食べるとちょうどいいかな。まあ多分でも一回食べたらね、やめられなくなりますよ。もう出ちゃうんで、もう脳が覚えるから、家系ラーメンみたいな。やっぱ濃い味のラーメンってやっぱ脳が覚えるから、マジで。気をつけてください、本当に。
正直に答えて。毎日ラーメン言うてるけど、撮影日以外の飯は普通の飯食べてるんってこと。まあ、そもそもね、撮影じゃない日がほぼないんですけど、正直言って。まあ、でも最近それこそなんかパチンコ店の営業だったりとか、まあね、テレビ出演の日とか。まあ、僕大体ね、撮影ってお昼のま、14時から17時の間ぐらいでするんですけど、まあ、そこら辺の時間にどうしてもこう別の仕事が被っちゃう時とかは、まあ、撮影せずいる時もありますが、まあまあ、基本的には毎日ラーメン食べますよ。ほぼほぼ毎日食べてるし、もう今年逆になんか食べてない日がないかもしれん。マジで。そのレベル。正直だからラーメン食べなかったらなんか何を食ってるのか分かんなくなるんだよな。なんか よく言われるんですよ。どうせ毎日ラーメン食べてるわけじゃないんでしょ。取りだめたやつをアップしてるでしょとか言われるんですけど。もう取りだめたとしても別になんか他の日でラーメン食ってるし。なんかそんぐらいね、日常的に食べないとね、やっぱ年間600杯とか食べれないんですよ、正直。まあ、どんだけ取りだめたとしても。まあ1日3軒、まあ4軒、まあ5軒ぐらい行くこともあるけど、まあ、5軒とか行くときってやっぱラーメン完了とか全然一緒に食べに行くときなんで、1本の動画にしたときとか結構あるんですよ。めっちゃ取りだめて3軒かな、最近は。その取りだめるときに気をつけてるのが、まあ、自分がこのお店にもう空腹の状態で行った時にこれを注文するよねってものを注文するようにしてるんですよ。意味わかりますかねこの感じ。まあ、家系ラーメンの店って例えば2軒目だからといってライスを抜くことは絶対にしないですね。まあ、家系の店行ったらライス食いたいもん、卵まぶし食いたいもん。まあ、取りだめるとしても絶対自分ではそこは気をつけてるというか、まあ、シンプルに食べたいしね、まあ、せっかく行くんだったらマックスそのお店の中フルのこうポテンシャルを見たいじゃないですか。やっぱ話それましたけどね、撮影日以外もガンガン食べてますね、正直。まあ、最近ショート動画とかもやってるし、何回でカップ麺食う時もあるし、まあ基本ほぼ毎日撮影してると言って捉えていただいて構いませんね。はい。私は大盛り全マシマシを食べれる51歳、すする参ったか、かっこ笑ということで。なんだこの煽りは。この51歳というその大先輩からの煽り。いやでも大盛り全マシ、まあ多分二郎系だと思うけど、大盛り全マシマシ食べれる51歳はすごいね、素直に。まず51歳でそこまでの食欲があるっていうのはすごい。まあ周りにもね、50代の方のお知り合いの方がいらっしゃいますけど、まあやっぱ食が細くなるって言ってますね。やっぱ二郎系なんてほんと食べれないよって、もう麺半分、麺3分の1くらいでちょうどいいよって言ってる方が大半なので。51歳で大盛り食べれるだけですごいし、さらに全マシマシなんてもうすごいとかの問題じゃないね、もうマジで。今の僕ですらきついんですけど、大盛り全マシマシ食べろって言われたらちょっとうんってなっちゃうぐらいの感じだからね。まあ、それは食えと言われたら食いますけど、だこの大盛り全マシマシはね、美味しく食べられてる51歳はマジですごいな。なんか運動とかやられてる方なんですかね。まあでもね、ほんとそれこそ先日のね、弁慶の会長とかもそうですけど、まあ何歳になってもね、美味しいラーメンをね、がっつりと食べれるような、まあそんな大人に私はなりたいということで、本日の動画も最後までご覧いただきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録をよろしく、そしてね、皆さんが今日食べた、夜ご飯なんかもね、教えていただけると嬉しく思いますということで、また明日の動画でお会いしましょう。ごそれ。